文春のあの、はい、NTT スクープ、はい、まだ続いてます、はい、今度はあれだよ、NTT 接待文書入手、総務大臣、はい、副大臣もズブズブの宴と、はい、それでこれ、高市さんとですね、はい、野田聖子さんと2人、はい、2回2回って言って挙げられてますけどね、はい、でこれは実にまた毎度のことながら詳しいんですよ、はい、で、飲食の内容までですね、事細かにね、はい、分かってるわけですよ。お酒が高いお酒飲んだとかさ、はい、過去7年間で計15人延べ41件に及ぶ高額接待の実態、これは本当に接待をしていることは確かな。そうですね、うん、澤田さんっていうのをですね、まずそうそう、澤田社長がですね、就任後官僚や政治家を接待した回数は他の社長経験者ら幹部をはるかに凌駕する、うん、19年から20年の2年間で実に25回超え、大半が上限5万の設定だと。これも全部ゲストハウスでやってるわけですけどね、はい、接待を終えてゲストを丁寧に見送ると澤田氏は3階のバーチェンバラロードの椅子に腰を沈める、ウイスキー竹鶴の水割りを舐めながら感想戦さながら側近たちと議論を交わすのだ。澤田社長はいわゆるゲームチェンジャーで強い巨大 NTT を作ろうという信念のもと部下に対して3ヶ月で結果を出せ、走りながら考えるとワッパをかけるスピード重視の経営者、前任の宇浦さんとはですね、対照的で、兄弟工学部卒で技術畑出身の澤田氏は異色の社長でさらに敵も多いと、うん、この人と、まあ、谷脇さんと、はい、総務省の谷脇さんが、うん、10年来の付き合いで、はい、携帯値下げの推進役である谷脇氏と澤田氏が関係を深めた狙いは、谷脇氏からすれば携帯料金をどこまで下げるのかと NTT 側の腹を探ることでしょうし、澤田氏からすればそのバーターでドコモが完全子会社化という実を取りたいというところだったのでしょうなんて、うん、経済部の記者が書いてますけどね、はい、言ってますけどね、うん、だけどこういう情報がさ、うん、その NTT 関係者 X 氏から新たに内部資料が寄せられたって、 NTT 関係者 X からの、はい、X 氏からの情報なんだよ、はい、ノックスの5階に広がるピオニーと名付けられた豪華個室、昨年9月1日蝶ネクタイ姿のボーイに先導されて現れたのは高市早苗総務長だった、うやうしく出迎えたのは、澤田社長、島田明副社長、秘書室長の3人だ。同店の関係者が打ち明ける、関係者が打ち明けるわけないと思うんですよ澤田氏が決まって選ぶのは最上級1人2万4000円のフレンチフルコース、お酒代込みで1人5万円で収まるようにとソムリエ資格を持つ支配人に事前に命じ、シャンパンやワインをチョイスさせていました。高市については辛いものやメロンが NG だと事務所を通じて事前連絡があったそうです。北海道噴火湾で採れた毛ガニのサラダ仕立てと穴子のフリットに始まり、旬の松茸やアワビも供された。メインディッシュは岩手産短角牛フィレ肉のポワレだ。ここまでなんでわかるんですかね、これ。ねえ、うん、全つまりね、はい、誰かその内部通報者がいてもですよ、はい、ここまではわからないですね。ここまでね、はい、料理の内容から何からね、はい、全部把握しているという人がね、はい、いるんですかね、この。そうですよね、うん、この内容、何を食べたかですね。コースの名前とかじゃなくて、うん、その中の一品一品までバレてるわけですもんね、うん、そうでしょ、はい、ちょっとわからないですね、これ本当にどうやって、うん、要するに NTT のなんか情報、うん、なんていうか、はい、不正な方法で取ってんじゃないかとそうです、ね、説もあるんです、はいはい、説ね、はい、分かりませんよ、はいはいはい、うん、そんなことまあ文章はしないと思いますけど、はい、
けど、それにしても詳しすぎるんだよな、ね、これな、うん、これな、これ普通の取材じゃちょっとこれできないですよ、はい、はっきり言って。それはその X 氏だけじゃなくて何人もの人からいろいろ聞いたというなら別だけど、うん、X 氏がこれ全部喋るみたいな話で、はい、そんな立場の人がいるのかなと、はい、あるいはそんな立場の人がそういう情報を漏らすかなというのはすごく疑問ですね、うん、まあ、出世競争で逆のグループなのか、うんうん、それにしてもね、はい、内部情報ですからね、うん、はい、ここまでね、だってその誰がいつ来たなんてことを全部把握してるわけでしょ、はい、そうですね、うん、でこれ気の毒なのは高市さん で、はい、そうですね、高市さんははっきり否定してるわけですよ、はい、そして自分はそういうのはそのもちろんそのなんていうか関係者と食事することはあるけど、はい、そういう時は自分もちゃんと持つと、はい、佐田さんと2回食事をしたのは事実です。ただ向こうから折半の金額を聞いて支払い領収書をいただいたと、うん、でちゃんと領収書も文書にコピーを送ってきてるんですよ。あ、なるほど、はい、それであの時は秘書がエンティティ側から1万円の会でお願いしますと言われていますと言われたと、秘書にはね、うん、はい、で万が一消費税などでオーバーしたら気分的に嫌なので私はですね、高市さんは1人5500円の医療品のお土産を私費で買い先方にお渡ししましたと。なるほど、そのぐらい気を使ってるわけ、はいはい、彼女は、はい、やっぱりそのやっぱり接待っていうことは一応国家公務員の中で決まってるわけだから、はい、まずいっていうことで、はい、気を使ってるんですよ、うん、で高いワインを飲んだかというとそれは分からないと、私はお酒を控えているので、うん、その場をしらけさせないように口をつける程度ですから、ただ総務省の案件で頼まれることはないですと、うん、いうふうに言ってるわけなんですけど、はい、これでもこのタイトルにね、うん、このなんだろう、総務大臣副大臣もズブズブの宴と書かれて写真まで出されちゃうとですね、はい、うん、はい、これはやっぱりそのダメージですよね。そうですね、でこれはどうなのかなと思いますね、うん、これ、はい、まあ、否定してるコメントもちゃんと載せてんだからいいじゃないかという、うん、言い方もあるけれど、はい、だったらタイトルでも少し配慮しようよということは言いたいと思いますよね、はい、僕はね、うん、分かんないね、うん、一回そういうふうにイメージがついちゃいますからね。そうそう、はい、そうなんですよね。まあ文書はよく取材してるとは思います、はい、うんうん、野田聖子さんの方は調査中でいつ回答できるかは分からない、締め切りに間に合わなければ回答がなかったで構わないと、なんか居直ってますね。はい、そうですね、はい、野田さんはそういうことしてなかったのかもしれないですね、そのお土産を渡すとか、うん、あ、まあそれはしてないでしょうね、はい、多分ね、だってそこまでやる人はあんまりないよ。そうですね、高橋さんみたいにね、うん、ちゃんとこう節度を保とうとしてなかったのかもしれない。それとね、なんだろうな、その接待接待って言うんだけど、はい、その飯食う会食がね、はい、なんかいかにも悪いことのようにね言われるんだけど、はいはいはい、会食自体はね、はい、別に問題じゃないと思うんですよね、それは、はい、うん、信仰を深めるとかね、はい、そのいうことはあるんじゃないのこれ、はい、まあ、業界の情報は欲しいでしょうね、うん、政治家もでも大体そんなところでね、はいはい、酒飲んでる場でね、はい、そんな込み入った話普通しないんじゃない、うん、はいはいはい、うん、ね、多少はするかもしれないけどね、はい、うん、これ難しい話、人間関係を深めるっていう意味ではやっぱりその飲食とかすると思うんだよね、はい、僕らなんかそれが仕事だからしてますよね、そうですよね、うん、だから政治家が結局、うん、その民間業者の事情を知らなかったら知らないで、うんうん、知らないまま法律を作ったりとか、うん、っていうのは無理がありますもんね、うん、まあそうだね、はい、でだじゃあ一緒に食事をすると癒着だとかになってしまう、うんうん、じゃあちょっと総務省のさ、うん、会議室でね、はい、昼日中にね、うん、コミット話っていうか進行深められたって、はい、そんな、まあ、それはないですよね、話はないですよね、できないよね、そのことはね、ご飯食べたりとかね、うん、夕方からね、いいところで食べるからなんかこうリラックスしていろんな話ができるっていうのは確かにありますよね、うん、それで、NTT の社長と大臣であればさ、うん、まあ4、5万一般感覚から言えば高いっちゃ高いけど、はい、まあそのぐらいかかるかなという感じもしますけどね、確かにね、昔はさ、はい、あれなんだよね、僕らもよくいろんな人と飯食うじゃない、はい、政治家とかなんかも食いますよね、はい、企業の人と、はい、で食ったら、うん、ごちそうになったら、
じゃあ2次会行きましょうって2次会はこっちで持つとかね、はいはいはい、そういうのが習慣になってたわけです。なるほど。今もう、まあ、コロナもあってさ、はい、まあ、コロナ前からそうだけど、うん、もう2次会3次会っていうのなくなったんですよね。あ、大体がもう終わりですもんね。店開いてないですからね。お互い忙しいし、はいはいはい、また飲むのも疲れるし、はいはいはい、だからそれがなくなったんだ、はい、で今コロナだったら治らないから、はい、2次会もないしね、はい、だからまあしかし会食がいけないっていうの雰囲気になるっていうのもちょっと変だな、変な、うん、だなとは思うんだよね、はい、うん、会食して信仰を深めて何が悪いのかと、うん、そこでもちろんその仕事の話が全然出ないとはいうことはないかもしれないけど、はいはいはい、そこで込み入った、まあ、そのああしてくれこうしてくれとかね、はい、いうのは言わないよね普通ね、うんうん、まあ内容は分かんないですけどでもやるし、や、まあ、やるしか分からないですよね。実情自体はその業界の、うん、まあ、トップの会社、うん、通社に声聞くっていうのはやる、うん、まあ、でもそれやりだすと業者の方も、うん、うちもうちもって、まあまあね、当然ね、うん、NTT が出してになったら au も、うん、まあ、まあそれは接待したいなと、まあまあ、だってもそこが決めてるからっていうのはもちろんあるでしょうし、うん、非常に難しい、難しいけどね、はい、ですね、うん、はい、市役所にしろ県庁にしろ、うん、なんか新しいことをその地域でやろうとしたら、絶対業界のトップの会社とかにはヒアリング絶対しますからね、うん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 、で大体そこが入札するんじゃないかとか入札でも決まってんじゃないかって周りから見えるんですよ、うん、だから周りからも癒着だって見えちゃうし、うん、これ難しい、まあね、判断は難しいですね、うん、まあ、大体こんな感じでしょってこれぐらいの予算でこうでこうでっていうのは聞かないと入札の条件も出せないですからね、うん、市役所だってなんだって、そうだね、はい、うん、